Attack。 ボディコンを舐めるダンディ、 シャンパンの雨降るバンディ、 世界はまるでキャンディ、ご機嫌いかがでショータイム、ドルチェ神谷のおはジャッジメントカズクスター皆様、ご機嫌いかがでショータイム。はい、司会のドルチェ神谷です。コングラチュレーション。はい、Next time。 よっしゃ、読まれたぜ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。なんという味だ。いや。何？
ええ。夜明けだ。桐生は橘を渡さねえって腹です。堂島の親父につなげ、うん、親父、阿波野です。例の件ですが、やっぱり桐生は始末します。やつは橘をおりませんでした。堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせます。ええええ、では。構いませんよね、久世の兄貴。わざわざ俺に聞く必要もねえだろう。
この一件はお前の仕切りだ。俺は兵隊として働くだけだ。そう言わんでください、兄貴。俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ。それについて風間組にもご理解いただけますよね、柏木さん。どういう意味でしょう。元はといや、桐生は風間の頭が拾ってきたわけです。堂島組でそのガキ始末すんのに、風間組には特にこの事務所ごと振るってもらわなきゃ筋が通らねえ。違いますか。いえ、おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょうよ。そうだな。お前ら、キリを探し出してここに連れてこい。奴は簡単にはぶち殺さない。生け捕りにして俺の前に出した。へい。おい、人を集めてこい。桐生を見つけたってな。へい。町中逃げ場はねえってわけか。おい、分かってんな、桐生。抵抗したって無駄だ。おっつけ、ここは堂島組でごった返す。逃げりゃしねえぞ。こっちは一人だ。遠慮する気はねえ。好きに暴れさせてもらうぜ。そうまでして死にたかねえか。みっともねえ。裏切り者が身の程をわきまえろや。